それではここから全体討論に入りたいと思います。はい、ちょっと時間が押した中ですね、えっと、先ほどご質問等がお手が上がりましたことに関して、えっと、ご返答が対応できず申し訳ございません。ちょっとこれも含めてお願いしたいと思います。えっと、まずは、発、えっと、起人代表と、それから AI ・えー、愛護団体の理事ンを務める中澤にマイクを譲ってお話を続けたいと思います。はい えとですね、あの全体討論までお残りどうもありがとうございます。えー、と大変面白く白熱したあの議論がすでにあの展開されている気がしております。で今後の展開も楽しみなんですけど、えー、と一応あのマイクを握っている間にあの気,気づいたこととしてはです、ねえーえー、と本日売ってるものがあ,のありまして今ちょっと出しますけれども。えーと あと一部くらい残ってるのかなあの、人工知能美学芸術研究。 研究会の方からですねあのこれは20172018年に沖縄科学技術大学院大学で行われた、えー、展覧会の記録集という形で、えー、と先ほどあの山下先生のお話の中に何回が出てこられたあの谷淳さんもあのこのオイストの先生でしたので、まあ、谷さんにあのちょっとロボットを急遽出品していただいたものの記録などもですねあのこの中に入っております。あと谷 先生のお話非常に面白いあの研究あのご報告いただいたんですけどそれの話なども入っておりますあとそれからもう一つの,あの、えっと、研究会から出ておりますのはこの SN ですね、えっと、S 氏がもし AI 作曲家に、えー、大作させていたとしたらというあのこれは CD が付録に入っている本でございまして、まあ、これもあの えー、音楽とかにもあの我々は興味を持っておりますので、まあ、そうした一環から出てるものです。で、えー、っと話を、えー、っともう一回前代討論の方にあのあちなみにこれウネミさん今いらっしゃってるウネミさんの,あ、ね、あの画像を使わせていただきましたこれは AI が描いたあの画像です。 ねはいはい、AI の書いたと今すわっと言ってしまったというねあの問題があって AI がこう意識を持って書いたのだかどうかとかですねそういった話とかもねつながるといいんですけどあの本日のお話を聞いてまず山下さんの,あのお話の方はあの出発点があの脳は、えー、内部モデルをあのよ内部モデルを作りその内部モデルと現実との,あの予測誤差から 予測誤差を計算するあの機械であるという過程から始めると、まあ、そういった話から、まあ、内部モデルという言葉が出てきてで内部モデルの話をして。 で内部モデルと現実の違いの話という話,を話から出発したお話だったと思います。で一方ですねあの井上先生の方のお話はあのメタバースの話から始まってでメタバースと現実世界はえどう違うのかあるいは同じなのかみたいな話で最終的にはメタバースも現実世界もえ情報だという点で同じだみたいなあの結論まで言ってるんですけれども、まあ、要するに今日は あのお二人の話は、えー、と現実世界も情報であり内部世界も情報であり、まあ、内部世界と、えー、メタバースも実は同じような、あのー、存在として扱うことができるんではないかというようなあのヒントをあの与えさせてくれるようなものだったのかもしれませんもしかするとそれは井上先生が最後に話されていた、えー、と生態に電極突っ込む話ですよね。まあ、そこの話かからななながるんじゃないいみたいな、うん ことをちょっと聞いててて思ってた次第なんですけれども、まあ、なのであの非常にあのいろんな議論ができると思いますで、えー、と私たちの,あの立場としてもですねあの AI 愛語と言ってみたものの,あの実は我々も芸術に対しては反芸術の立場だったりするのと同じように愛語という言葉に対してもあの疑問疑問系を持ってるんですね。反愛護みたいなものもの 持ってるからこそ愛護というのをちょっとまあ動物愛護とあの絡めてあのしゃべってみたりそれはあの動物愛護が面白いあ面白いじゃなくてあの正しいと思ってるから AI 愛護もっと言ってるふりをしながら動物愛護ということ自体もいろいろ本当は疑問がつけられるんじゃないかなというふうなことを思っているからますますそういった議論が AI というファクターを持ってくることによって愛護ということ自体に対してもえと議論が またクリアになるあるいは泥沼化するそういったあのことを今からやろうと、まあ、そういった態度であのございます。ということで、えー、どうしましょうかたくさん先ほど挙手、えー、があったんですけど一言ずつまず頂い,いてからちょっと会場の話を伺いましょうか山下先生まずちょっと一言いただけますか。あ,ありがとうございます。えーと 今のその話を聞いて AI 愛護団体の,あの気持ちとあんあまり大きなそごはないなっていうことを確認して安心しました、はい、なんでまあでも今日は本当にいろんな刺激を受けてあのいい機会を与えていただいたなと思うまだ終わってませんがそういうふうに <laughs> 感じておりますので、はい、あとは井上先生のお話も非常に楽しく聞かせていただきました。 そうですね、私もちょっと AI 愛護は可能かっていう問いを立ててしまったんでですねあのそれでよかったのかなと思ったらどうもよかったっぽかったんですね <laughs> 安心安心いたしましたで、まあ、本当にじゃあ可能なのかどうかまたこの後ですね皆さんと議論させていただければと思います。という ふうにちょっと話がまとまったのでここですんなりとじゃあ会場の方に、ね、あの回したいと思いますけどはいじゃあ一番先に手が上がっておいてえっとですねあの まあ基本的なあのにちょっと確認したいことがあってそれは AI 愛護団体の名称としてパトロネージってなっているんですがえっとその選択が例えばアニマルライズとかウェルフェアとかプロテクションとかっていうあると思うんですがその中でパトロネージを選んだっていうそこがまず確認したかったっていうことです。 えと逆にそれはですねあのむしろこちらから助言を仰ぎたかったくらいだったんですけれどもいろんな訳が出てくるんですね確かに今おっしゃったようにあの保護に対して英語にそもそも、まあ、あの先ほど井上さんの井上先生のお話では「愛語を」を仏教用語からですねの解説していたようにあのむしろ愛語に相当する名称ではないものがあの外国の むししろ動物保護団体とと訳した方が良いとかあの、そういったようなあのものが多くてなのであの今の,あのウェルフェアとかあのプロテクションとか、まあ、そういった言葉も当然あ,のあったんですけれども、まあ、そこのところで、えー、とどのようにしたらあのその時は意識の問題意識がその機械に宿るというようなことをあの前提とした 取り組みととししてて行おうとしてたのでなのででな意識があるものに対してどういう働きかけをするのかでさらにえと例えば芸術を愛するみたいな言葉がすんなり出てきたりするわけなんですけれどもまあそういった芸術を愛するみたいなような言葉がすんなりと出るようなことからむしろ愛という言葉を使ってしまった方があの面白いのではないかというようなところからまあ,あえてえー日本では 動物愛護法という名称があったりしますので AI 保護団体とはせずに AI 愛護団体としつつその英訳についてもいろいろ考えたあげくとりあえず芸術家を保護するパトロンという言葉にもちょっと近しい言葉としてパトロネージを選んでみましたというあたりでございまして実は他にもいろいろ考えたわけです。 でした。逆に、あの、ご意見に賜れば、ちょっと。高額になるかと思いますので、聞かせていただけるとありがたいようなレベルでございます。はい、あ、えっと、ご結晶があれば、伺います。お待ちください。<laughs> すみません。えっ、ー、と。 話が専門的になりすぎたらドクターストップかけてください。絶対重要なところだと思いますので最後はあの井上先生があの意識はどのレベルで宿るかって話があったかと思うんですけど僕はまあ一応作業仮説としては再現された神経回路網に意識を宿ると思ってんですねすごい好きなあの、まあ、僕は説得されてしまうあのチャーマーズの思考実験 でちょっとこれ説明してでそ,れそれを叩たき台に議論すると分かりやすいと思うので、まあ、そうじゃないとちょっと平行線たどってしまうということで,で彼はその多分意識の定義とかは全部一致してると思うんですねで例えば赤いリンゴが目の前に置いてあるきに一個一個ニューロンをあの脳のほかに全くばれないような形でシリコン製に置き換えていくとでまあ例えばもう少し具体的に言うと一個目のニューロンシリコン製に置き換えるときにまあそれはやっぱりポストシナプスプレシナプスみたいなものが必要で。 ただその間の、まあ、PSP とかですね、あの電位とか全部計算して、その結果アクションポテンシャル発したらまたポストでアプレシナプスで神経伝達物を、まあ、発散するって形で、まあ、シリコン製に置き換えていくと。で、まあ、そうすると、その結局、本当にですね、じゃあ発火機構が、じゃあホチキン剥製の仕組みがあったかどうかっていうのは他の神経からすると知ったこっちゃないですよね。その送って、送られて、 で帰ってくるものが全く一緒であれば、少なくとも脳の情報処理機能には全く影響を及ばないでしょうと。まあ、十分な形で再現されている。じゃあ1個目2個目どうなのか3個目どうなのか。で相手が生体の場合にはですね。まあ、今のやっぱりポストプレイで神経で学ぶ必要になりますけれども、じゃあ機械同士のニューロンが出てきたときに、じゃあそこも本当はすっッばさせちゃうわけですね。先ほどまあドーパミンとかいう話もあったけどあれも所詮は4チャンネルが開いて最後 PSP で。 でしょうポストシンプシンンテャルを就職すするるような形ででドーパミン働いてるわけですよ、ね、だから本当はドーパミンみたいなものもその形で本当に神経伝達物質がなくても電気回路として再現できるはずで最後ですねどん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 置き換えていった時にあの完全にシリコン製の脳が出来上がってしまうでまあ先ほど身体性みたいな話もありましたけどもまさにマトリックスと同じで感覚器 まあ、所詮やっぱりアクションポテンシャルを送りつけていてそれをあの、まあ、筋肉に対してアクションポテンシャルを出してで環境からのフィードバックがあるんだけれどもそこも本当は全部デジタル化しようと思えばできますよね。キネマティク身体キネマティクスとかでやってみるとかですねあとは実際マトリックス映画マトリックスのような、まあ、本当にバーチャル世界を作ってしまうとでそう考えてった時に僕はだからやっぱりそういうものには意識宿ると思ってるんですけどもまあだから。 あの先生の言い方を,のかを借りるとですねあのじゃあちょっとここから先がちょっとあの僕は聞きたいところなんですけどじゃあ脳の情報処理機能にひょっとするとこの世のものじゃないものっていう形で意識が随伴するっていった時にそういう形でだからじゃあ脳に随伴するんだったらじゃあ何で機械には随伴しないの十分再現された電気回路としてですね。というところであの僕は。 十分そういうい形で再現されてれてだからゆえにその神経回路にも再現された人工的な神経回路にも意識は追反する意識は乗ると思ってるんですけどもそういう意味であのここ、まあ、だいぶ具体化したつもりなのでその上で何か、まあ、ぶっちゃけ言うとご反論っていうかじゃあ先生の言ってるやっぱりそれでも体が必要じゃないかっていうのはどういう意味なのかっていうのを教えていただきたいなと思いました。 ああすみませんこれあの渡辺先生の質問と哲学で言えばあのフェーディング・コールやっていう思考実験で要は脳細胞を同じ機能する1個の機械に置き換えるとそれをどん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 やっていくと最後には全部機械になっちゃうけど機能は全く同じ機能ができてるんだからあのそれは必然的に意識のぐるはずだろうと何にも失われないはずだろうということに対してどう反論しますかっていう質問だと解釈しましたけどそういうことですよね。 動画皆話が出たので。はいはい。まあでいや、あの、非常に難しい問題だと思うんですが。まあ、一つには置き換えていく過程で。どっかで死んじゃうんじゃないですかね。<laughs> わかんないですけど。あ、はいはいはい。いいんですよ。仮にできたとして。 いやでもそれが死んじゃうっていうところが思考実験であっても重要なのかなと死ぬっていうのはどういう意味でおっしゃってますかじゃあいやあのその普通にあのこう脳生きてる人の脳をちょっとずつそのだからそれはもう思考実験なんで、うん、それはもう語らないっていうのが思考実験のルールですよねいやそうはいかないんじゃないですかね思考実験であって にじゃあ、はい、その思考事件のルールは分かんないですけれどじゃあ、仮にじゃあ死ななかったとしたらどうですかいや、あの、要するに、先ほどですね、そのクオリアを生じさせる脳が、生命的な基盤をの上にあるんじゃないかって話をしたことと、結局、くっついてくることなので、ああああだから結局、そこの中身を知りたいわけですのるに、うん 脳の中のどの部位がっていうかどこまでこの脳を削り落としてもその意識というものが残るのかっていうのはあのおよそは分かってもあの特定までできてないですよねあるいは特定すべき事柄ではないのかもしれないですよね。 要するに例えば脳がある程度損傷しちゃったとしても別に意識があったりするわけじゃないですかで,もでも先生も挙げられてたいろんなチャーマーズの思考実験は、うん、まあやっぱり基本的にはやっぱりそのできるできないって話じゃないわけですね一旦仮にできたとしてその上で理論的に考察しましょうっていうものなのでそのそれでやっぱり死んじゃうからだめだと思考実験の意味をなさないと思うんですよだからだからいやなのでに逆にその思考実験が実験として なんて言ううでしょうかね、成り立たないというかその成り立たないことがまさにクリティカルに重要ですよってことを言いたいんですよ。あ、そうですよ、ねまあ。例えばじゃあ逆のちょっとすいませんちょっと僕はあの反対側の立場に立ちますね。はい、で例えばですね僕が例えば手強いなと思う返答はまあ,あの意識の量子脳理論とか出されてきてでそのマイクロチューブルが量子状態があるからで、はい、いうあの反論であれば。 あのまあ、それは思考実験の過程っていうかその,その土壌の上で載っている反論にはなると思うんですけども、まあ、だからもしかしたらそこら辺なのかなとだからっそのもっと具体的にあの、まあ、あのハメロフ、えー、と何でしたっけもう一人のベルショットとかペンローズですねあの具体的にマイクロチューブルの量,あの量子状態がって話してますけどもしかしたら先生が。 考えられている何かその生命の何たるかっていうのはなんかそういうものにちょっと近いのかなと思ったんですけどまあ実は言うと、まあ、ペンローズの本も読んで、うん、まあなんかあんまり納得はいかなかったんですけどもあのただ、まあ、要するにその意識の宿る場というのがどこなのかあるいはどういう状態だと意識が宿って あの脳がそうでない状態には意識はどんないのかっていうことがあのある程度まあ科学って解明されつつあるんですけども究極的なところは結局分かってないっていうのが一つとあともう一つごめんなさいあのえー、もうちょっと分かりやすい反論としてはじゃあそのこうまあ全部シリコンに置き換えていきました。 でそれクオリアあると言えるかどうかっていう話なんですがまあそもそも生身の人間であっても他人がクオリアを持ってるかどうかわからないわけですね我々は。でわからないということがむしろクオリアの定義みたいなものなんであの結局 僕から見ればですけど僕以外の人間は全員哲学的なゾンビかもわからないんですよね。でなのでそのどんなに AI でその意識が宿ったというふうに AI 研究者の人が主張したとしてもそれを証明する手立てがないというところにクオリアの不可解さがあるんですよね。でその不可解さが解きほぐせない限りあの AI にこうなったら意識が宿るっていうことがそもそも言えるのかっていう話でもあるんですよね。ちょっと今ドクタースタッフかかったんでちょっと,ょっとだけ宣伝ですね。<laughs> えっとそのまさに答えを僕「脳の意識機械の意識」っていう本に書いていてでちょっとあの日本語版がいろいろ曖昧だった部分ですね。でやっぱりあの普通の人が100年って言っちゃってるとこ僕が20年でっていうのその根拠とかを含めてですね英語版「スプリンガー・ネイチャー」からもうあの最終ゲラーが上がって出てますので。 ぜひあの読んでいただいてまたあの、まあ、でも懇親会で議論しましょうすいませんお願いいたします。 すみません今の議論にもうちょっとだけ食い下がりたいんですけども、えっと、先ほどの,あの、えっとフェリング・コーリアの,あの試行実験で脳細胞1個を機械に置き換えてあったっで別に死んじゃうわけじゃなくて機能としては外から見た隣のニューロンから見たら何も区別がつかない全く同じ機能がさ再現されているのでその意味じゃですねでも井上先生がおっしゃるのはそれでもその大きな意識のうちのわずか 1>, まあ1億分の1かもしれないけど減っちゃうとだから2個3個ってやっておくとどん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 意識が薄れてそれは他人からは分かんないかもしれないけど本人にとってだん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 こう意識が薄れていくみたいなことになっちゃうであろうということをおっしゃってるんです、ね、そしたら1個置き換えたときに失われちゃう大事なもんって何ですかっていうことですねあ。私の主張は若干ちょっと違っていてですね、はい あのこうシリコンに置き換えていくと意識が薄れていくということではなくてですね単に、えー、置き換えていくどっかの過程で意識を失うか死んじゃうかしちゃうんじゃないかっていうだから突然パタッとこうあそうですか、はい、だんだん減ってくるんじゃなくて、はい、あ要するになんあはいこれ以上減らしたらパタッと死んじゃうあか。 怪我とかして損傷するじゃないですかで、脳がこれだけ削り取られましたまだ生きてます意識もありますでもあれなんかあのかなり深く取られてしまったら意識失いましたはい死んじゃいますっていうことになるわけなので損傷の場合は確かに機能しなくなっちゃうんだけどは機能はしてるんでずっと健全でいけるんじゃないかそれ損傷することと置き換えることは違うといえば違うんですが 私の言いたいニュアンスはそういうことです。ということですね。突然にっていうことですは分かりました。はい。ありがとうございます。えっと、今の議論とっても面白いんで、えっ、ー、と、山下先生のことも通じる話もあるんですけど、まずちょっと確認で。今の井上さんのお答えは多分。 あのセーラー服さんの方の観点からしても多分ちょっと不足じゃないかと思うんですがというのは、うん、あの井上さんのお話は今日のお話もある種機能主義的なねチャーマーズなんかを参照しながら的な観点に立たれていると思うんですがであればね意識の機能っていうのをあともう一つそのチャーマーズなんかも参照して他人の意識は分からない例えば今セーラーさんがあるいは井上さんが一体く、うん、持っている意識の中のクオリアはどんな状態なのかとか。 ここれれはは我々推測するるけど、それ自体を見ることはできなも彼にあのセーラーさんの頭の中に完全に直に入れるパイプを何がらかの仕掛けで持ってつないだとしてそれでセーラーさんの今見ている光景や感じている状態というものをあこの親父はこういうこと今感じてるのかって見たとしてもそれは私が見た彼のクオリアであって彼自身が感じているクロリアとはまた違う。 これは論理的な問題ですね。論理的にその意味で絶対にこう同一化できない。にもかかわらずです、ここは大事なところだけど、我々は日常の経験の上ではあ、我々日常の経験の上では、みんなクオリアを持っているって確信してます。間違いなく。井上さんも今、クオリアを僕とは違う、そちらの視点から僕とは違う視力や、あるいは色彩,色彩感覚、それから過去の経験などの蓄積から、全くかなり異質なソフトウェアで。 それでも日本人として日本語を使っている中でのかなり共通性もある区意味解釈でもあってシニフィア、シニフィア解釈その他を含めてで世界を捉えている。でセーラーさんもこのような奇妙な入り立ちをしていても例えば世界ここを見ているあそこの見ているクオリアは多分かなり共通性は高いだろうと。その上でさまざまな点で細部には違いがある。中で ここに美術家さんもいるのかもしれませんが美術家であればあそこの空間の同じクオリアを捉えていてもそのクオリアの捉え方思考性クオリアのレベルでもってこれの三次元的な造形感覚というものを同時に普通の標準の人よりも深く捉えているかもしれないでそういった差異があるけどもそういった差異がありながらみんなクオリアを持っているというのを我々に西洋地は確信している。でにもかかわらず 我々は例えばベンジャミン・リベットの実験なんかを通して我々の自由意志なんていうものは実は幻想だよっていうのことをまたそれを認知したりもする。で認知してこれこ納得した時の思考のクオリアっていうのをまたそこで成立している。でしかししかもリベットの実験がなどを見た後とも我々は「お前はもっと自分の意志で自由に考えろ」とか「リベットはなかなか大胆に独創的なことを自由意志でもって考えたね」なんていうことを平気でリベットに対しても言えるわけですね。 で奇妙なことにあのベンジャミン・リベットの議論というのは実はリベット自身の解釈を含めてカテゴリーミステークが大きなカテゴリーミステークがあると僕は断じるんですがそれは細かくなんで今日,は今日は省きますがしかしいずれにせよ我々は一方で他人のクオリアは絶対見れないという確信と同時に誰もがここら辺しゃべってる人たちはクオリアを持っているよというこれも100%揺らがない確信も同時に持っている。この2つが 完全に自分のそれぞれの人の中で両立しているから今ここでの会話もこのように成立している。でそれじゃあ一体機械がねその AI ちゃんがある段階でもって意識を持つとしたら我々と同じように自分もクオリアを持ってるぞそしてあいつらもみんなクオリアを持ってるぞっていうこの我々の確信と同じような確信っていうのをどこかの段階でもって掴む段階。 まあそれだから猫や犬だって僕らはクオリア持ってるって普通考えますよね。カエルだとかもっと原始的な生物だってそれから群れなす魚熱帯魚だってあるいはもっと小さい昆虫類だって多分こいつらクオリア持ってるだろうと。だから今怖がってこの虫は逃げたんだろうと。でただそのクオリアっていうのは分からないぞと。コウモリのクオリアが分からないっていうネーゲルなんかの理論があるように。で、 にもかかわらず分からないけど持ってるぞとミミズちゃんも持ってるぞとで幽霊が我々は想定するけど幽霊っていうのも幽霊のやつは何か悪さをするとしたら幽霊ってやつも多分クオリアを持ってるわけですねそして全知全能の神も我々の想定では彼が全知全能でもってこの世を作ったのであれば神のクオリアっていうものを全知全能クオリアっていうとんでもないものを神は持っていたでさてそれじゃ AI ちゃんがある段階でそういったクオリアを持つことになるその瞬間っていうのに我々は一体何を期待してるのか一方では我々は他人のクオリアは見れないからさっき井上さんもおっしゃったように AI がいくら高度化しても AI のクオリアを見ることができないから実証確認ができない検証しえないにもかかわらず渡辺先生なんかの研究なんかでもやっぱりその AI クオリア、AI やクオリアを獲得する瞬間っていうものをある段階で特定する、せめてかなり確証度の高い仮説も提示してみたいと。で、できることならばエミュレーションなんかもそこに至る可能性っていうものを実現はしなくても、理論的な可能性は確証したいと。で、どちらの場合にもクオリアの不可能性とクオリアの確信とが我々共存している。お二人の議論の中でもその AI 合語をってね。 やはりこの部分っていうものがどういうふうに論理を我々は展開させたらいいさせれば AI ちゃんに対するそのん、えー、ですか難しいことを僕は初めて聞いたんですけどバックヨラクですか <laughs> 初めバック余楽ってカタカナで変換されちゃってよくわかんないなんだけどバック余楽っていうものをその AI ちゃんに、えー、転移することができるか。でその そそのの可能性、AI ちゃんに我々はそういうこいつも意識を持っているぞっていう転移できる段階っていうのを山下さんと井上さんそれぞれどのようにお考え今の段階でお考えになれるかちょっとそこらへんはい。 えーそうですね、ちょっと議論についていきたい <laughs> 部分もあるんですけども、えー、そうですね私自身、まあ、まず率直に言えばその辺の議論は多分死ぬまであんまり実質的な問題にはならないだろうなというくらいに思っています。なので、えっと、すごく楽しい議論ではあるけども、まあ、あの実質的な実質的な あこんなのに直面することは自分はないだろうというぐらいな立場でいます。はい、そんなんでいいでしょうか。すいません。<laughs> えっと、別の質問なんですけど、えー、っと、仮にああ,あ、すいません。あじゃあ、すいません。あ ご質問は一言で言うと何でしたっけ？<laughs> <laughs> 最後のところだけ、あの最後以外のところはもうずっとわかります。他社のクオリアは我々他社にと他社の側から別の他社のクオリアは認知不可能だというこれは。えー ポイントは一つと、にもかかわらず我々の日常的な確信は他者もみんなクオリアを持っていると、少なくともここにいる人間たちや、それから動物たちやミミズや、うん、ケムシプライまではで、その辺は大丈夫です。はい、その辺はもう一番最後のところで。に AI に対して、の AI の愛護っていう、何でしたっけ、井上さんの,、えー、っとあのバックヨラク, <laughs> バックを与えられるようになるきっかけの基準ですね。 どの段階からバック余力を与えられるような他者として認知できるのかあーそこなんですけども私の、まあ、今のところの考えは AI に対してバック余力を与えることの意味はないというかあの、まあ、そもそもクオリアを持ってないと思っているので。 将来的にも基本不可能えとそれはあの現実的な可能性ではなくて論理的に不可能ということですかえー、基本あの論理的不可能に限りなく近いですね。限りなくというのは可能性は若干はあり得る。どっかにあるかもしれない。自分は知らないけど。あのさっき全身レプリケーションという話をしましたが、あのまあ要するに。 これは AI とはもはや読めないと思うんですが、まあ、自分とそっくりなものを物理的に作っちゃうっていうでまあ脳だったら脳と同じものをなんか物理的に作るみたいなことがあればあの、まあ、それをもはや AI とは読めないのかもしれませんけどもなんかそういうあの要するにコンピューター内に作るとかじゃなくて。 物理的なコピーが作れるとかだったらえ例えばスワンプ版ンとかいう思考実験がありますよねスワンプ版ンっていうのはある男は沼のそばにいて雷に撃たれちゃったとでそして沼に落ちたらポンって自分の複製が出来上がっちゃったっていう妙な実験ですけどもまあそんなエピソードともかくああそういう複製が出来ればそれはあのー、意識が宿る可能性が高いと思います 中の物質的な組成は全く別のものでもって機能的状態が同じものっていうのは出来ある可能性っていうのはあ,あの物質的組成が違って機能的に同じっていうだけだとクオリアは生じないかもしれないっていうのが、まあ、生じないとちょっと断言まではできないんですがそこので一応生じないという主張が私の多分特徴だと思います,です、ね、意見の。要するにあのクオリアは 何でないかっていった時にクオリアは機能ででないんですよね機能ってファンクションってことですけど機能ではないっていうだから要するにさっきの哲学的ゾンビの話がまさにそうなんですがいかに機能を真似たものを作ってもまあそれがクオリアを生じたとは言えないっていうのが多分議論のポイントだと思っているんですよね。はい じゃないものに随伴するってまた別ですよね。だから僕はそれはおっしゃる通りで、多分あの渡辺先生がおっしゃりたいのは別に当科の機能ものを作ったからクオリが宿ると主張したいわけではないということですよね。その前提がもしかしたら違うなと思ったのが、僕とかセラフ小児さんとかの前提は、そのなんか罪犯するにしてもで非常に不思議なものであるなんだけれども、でも脳の情報処理の機能に随伴するものでしょう。 っていう過程があって、で、そのチャーマーズのフェリンコリアもそういう過程のようになりたって、その神経を機械やってるわけですね。だから、機能って意味では、アクション・ポテンシャルをホチキン博士より走ってようが、走ってまいが。その、走っさえすれば、他のニューロンから見れば、機能は同じだっていう意味なんですけども、でも、その。先生が、のお立場は、もしかしたら、機能じゃないものに随伴する可能性があるという主張なんですかね。あ、そうです。そうです。そうです。はい。よく。<laughs> 機能じゃない何者かに随伴していてその何者かが分からないっていうことなんですね。それは生命の謎としか今のところ言えなくてそこはちょっと当面解明できないんじゃないかと。 あじゃあちょっと別のこと聞いていいですかえっと社会的な観点から井上先生にお聞きしたいのと保護団体の観点から中澤さんにもお聞きしたいんですけど、えっと、仮におばあちゃんが亡くなったとしましょうで形見として一松人形が残ったとしましょうとでこの,この人形おばあちゃんが子供の頃から大事に可愛がってきてあの仲良くしてたんだよなってなってこれいるいらないいらないいるいらないいらないじゃあ捨てちゃういや怖い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 ,怖い <laughs> 立たられるやんかってなるわけ、ね、で和歌山に神社があってもう境内に何千体っていうあの人形がぶっ わーっと放納されててもうすごい怖い景色になってますけどつまりあんなのに意識なんて宿ってるわけないんだから本当は愛護する必要がないんです、ね、あの論理的に考えれば。でも怖くてやっちゃったのはもう今現在そういうふうに行われててたまごっちとか相棒にやられて供養しなきゃとか言ってる人もいるしあとレイカーツ・ワイルはあの2030年までにあと8年ですけどねあの脳を内側からのナノボットで完全にスキャンして全脳シミュレーションができてで人間そっくりに会話もできてだから意識が あるがが完璧にううまい AI でできちゃうっ,つってんですねでそうなるとどうなるかというと人類はコロッと騙されるこいつ絶対意識のっとるだろうって信じちゃうとでそれに対して我々が正しく「いやそれゾンビだから愛護する必要なんか絶対ないです」って言ってる方が正しかったとしても。 押し切られて社会的な要請としていやこの AI ちょっと意識を雇ってんか可かわいそうじゃんいじまたらっていうふうに逆に愛護団体に相する必要ないのに愛護の要請が要求が社会の方から上がってくるとそしたらそれやんなくていいからってむしろ愛護しない側の主張の方が正しいと思うんですけどそういうことが起きてきた時,た時どう動きますかとかそういうことを社会的にはどう,どうすべきなんですかということを聞きたいですあ。私はまさにそっち方向で愛護が 可能になるだろうというか、愛護の機運が高まっていくかなというふうに思っています。最後に申し上げたかったのは結局そういうことなんですよね。意識が宿ってなかったとしても、やっぱりその人間と同じような振る舞いをするメタバース内のあの AI がいたときに、あその AI に対してあの蹴ったり殴ったりするっていう行為はやめましょうっていう話になってくると思いますね。意識が宿ってないというふうにみんなが思ってたとしてもですね。はい。 ごご質問ありがとうございますで、えー、と2つくらいちょっとお話ししたいと思うのが、まあ、1つ目がすごく現実問題としてあの AI いじめという言葉を面白がって出しているんですけどそれがもうちょっと現実化するかなと思っているのが自,自動運転者が今後 街中走ってると絶対それに幅寄せしたりとかですね。ああいつ自動運転車だっていうことで、あのー、わざと自動運転車の前で急ブレーキしたりとかするやつ絶対出てくると思うんですね。でその時にあの実用的なレベルで A.I. ご単体が出ていくんですよ。っていうようなレベルがまず一つあるというのが現実的なレベルでの想像で、もう一つ別方向のあのだ,だからあのー。 愛護なんか駄目じゃんって言ってるような方向性は実はそっちの側の立場であってあの実は動物愛護団体に対して非常に、えー、とそれに対して動物愛護団体に文句が言えない状態になってるような社会の風潮がおかしいと思って。 実は愛護ということ自体にあの一方で動物を食べながら一方であの動物を愛護してるみたいなようなことは結局人間中心主義的に人間が動物を見下してるから成立してるんであってじゃあ人間をさらに見下すような AI というものを想定してみようよっていう 辺りから要するに人間に対する人間の尊厳みたいなようなことに対する疑問詞というものをもともと我々は人工知能美学芸術研究会で研究してきたことなのでその人間に対する疑問詞の,の一つの形態としての AI 愛語というあの言葉を反語的に出しているということでございます。 お話ありがとうございました。黒佐と申します。多分この皆さんの中で一番知見がない見としてちょっとお伺いできればかなと思っているんですけれども、今回議論いただいているこの AI だったりメタバースみたいなところが、自分たちの生活にどこまでえっとフィットしてくるのかみたいな時に、存在は知っていても自分たちの生活を変えるところまでは僕の今の生活やないっていう中で、例えばこう3年後、5年後、10年後みたいな時に AI だったりメタバースとか自分たちの箇所分時間をどれくらい取られるのかとか、これぐらい自分たちの生活の中でこうと、 えっと重要性のあるものになりますよみたいなところの少しちょっと未来予想図といいますかっていうところをお伺いしたいですとでお伺いしたい理由としてはこの今話している議論っていうところが知識として皆さんからいただいたことをインプットすればいいものなのか自分の10年20年先の生活の中でちゃんと意識して自分が意見なり考えを持って学ぶべきトピックスというところまで認識した上で今後関わっていくものなのかといったちょっとそこの僕の中での判断軸みたいなところの参考にできるためにまずはちょっとこのお話いただいた井上さんにお伺いしつつあの他の方でご知見 ある方いればあの教えていただければかなと思っております。僕も喋らないでマイクお戻しします。あ、そうですね。本当未来のことなんで全然わかんないんですけども、あのまあ2030年代ぐらいになれば、もう例えば学校から、えー、子供たちが帰ってきて、あのこうゲームをやるような感覚でこうメタバースで。 の世界に入っていくみたいな感じになるし、今のそのリモート授業とかっていう,う話のまあ延長上ですね。ああで逆にそのやっぱコロナ危機がやってきたことによって、その将来メタバースがあの普及した時の世の中の営みっていうのが結構見えやすくなったと思うんですよね。だからあの我々がそのズーム会議とかやっているのが あのもっと 3D の臨場感のあるメタバースに置き換わっていった、まあ、そんな未来を10年後ぐらいをこう想定していただければというふうに思っています。でだから、まあ、あのちょうどじゃあ10年後どうなってるかっていうとあのメタバースでの仕事がありでもまあ通勤する仕事もありでハイブリッドな感じでやっているのがまた2030年から10年ぐらいかけてそれがもう。 あのほとんどがもうメタバース上の、まあ、少なくとも頭脳労働者に関してはもうメタバース上でいいんじゃないかみたいな話になって例えば95%ぐらいはもうあのメタバース上で頭脳労働をするみたいな感じになっちゃうんじゃないかと。かオフィスビルディングとかもうあの必要なくなるような未来がうーんちょっと多分こう都会の一等地にしくないんじゃないですかね。 ビルディングを建ててその中でみんなで働くっていうのがコストがあまりにもこれかけるの馬鹿らしいよねって話にだんだんなってくるんじゃないですかねお待ちくださいえっと今のに関連してですねその15年ぐらい前にセカンドライフっていうのがあって今回 まあ、メタバースでそのメタバースという言葉自体は以前からあったということなわけですがその違いはそのセカンドライフではマネタイズできないお金リアルなお金に換算できなかったけれども、まあ、今はそれが、まあえー、っとブロックチェーンとか NFT とかっていうのとセットでマネタイズができるようになってそれでまあ多分、えー、飛びつく人が多くてで違いが出てくるだろうというふうに僕は理解してたんですが。 他方で、まあ、あのデジタルの,その無償になるっていうところを今回強調されたのでですねそのマネタイズできることによる違いの方を僕は意識していたからちょっとあのうまくこうマッチングできないんですがちょっと解説をお願いします。あすみませんあのちょっと誤解があったかもわからないんですが「減退費用ゼロ」っていうのはあの 費用ゼロとも違うしあとその今でも結局そのメタバース上のアバターとか洋服とか売ってる人っていうのはいるわけですけども、まあ、例えばお洋服があのこうワンセット500円とかで売ってたりしてですねでコピーするのは価格全くかかんないでゼロなんですが。 あのやっぱりデザイナーの人が、まあ、デザインしましたっていうことであのそこにまあ労力は費やされているわけなのであのそれはは円ぐらいいい一人ずついただきますよっっててう話になってくるんですよ、ね、でまあそうするとこうデザインできる人がわっていっぱいその一人500円でもたくさんの人が買ってくれればですねすごく儲かるんで、まあ、そういう意味ではあの。 優れたクリエイターのの人が儲けるのはすごく簡単ですよね今だったらあのお洋服デザインして儲けようと思ってもそのお洋服を実際にこう物理的に作ってもらうしかないわけなんですがそこにすごいハードルがあるわけじゃないですかデザインしたらそれで終わりじゃないんでだからそのクリエイティブな部分と物理的に作る部分と両方がセットになってないといけないのがあのこうデザインだけで終わるんですよね話が。 あのお金のなんていうのかなかかり方の違いが分かりましたけれども今のご説明でだけどなんていうかなこの切磋琢磨して競争しては俺の方が偉いんだみたいな出会いをすることが人類の進歩の一つのモチベーションになってるような気がするのですがそういうのはぜまあそこはちょっと難しいのは。 うんやっぱりそのメタバース内でも人間の,その、まあ、人に評価されたいとか見栄を張りたいっていう欲望はなくなんないとは思ってまして物理世界に豪邸を建てることの意味はあんまりなくなってくるとは思うんですがやっぱりこう優れたそのアバターを作った人とか優れたそのアバターが着る服を作った人とかなんかあるいはその ワールドって言って、そのメタバース内の空間ですよねはい、はいで。その空間デザインができる人とかもうデザイナー的な人がもう大活躍してののその中で「はいはい、あの人の作ったワールドすごいよね」みたいな感じで評価されたいで評価されたいからそこの腕を磨くみたいな、まあ、そういう意味での向上心っていうのはその中でもあるなっていう。ただ、一つ向上心として薄れるのは、あの 物理的にかっこよくなるとか美人になるとかそういうのはかなりなくなっちゃいますよねその中ではただそのいいいアバターを選択すする能力みたなのは問われますよねあの自分ではあこれかっこいいなと思ってこのアバターを選んだとしても他の人から見ればなんかダサいよねみたいに思われちゃうっていう可能性っていうのもあるっていうことなんですよね。はい まあ全体としてとにかくお金がかからない世界に収束全近的に収束していくというイメージなんですかそうですねあの、物理的なものに比べれば、いろんなものを買うのは、お値段はすごく安いと思うんですよ、ねうん。でも最初に去年、話題になったときに、そのデジタル絵画が33億円で落札されたとか、えっと、NFT でね、とか、はい。あの 今年の3月にはその、えー、とツイッターの創始者の最初のツイートが3億円ぐらいでとかあ,ああいうふうにやっぱり人間ってなっちゃいませんかねああただあれっていうのは私はその例外的な話だと思ってまして要するにデジタルデータでこう唯一性のあるものに対して大金を払うっていうのは。 まあ、今でも、その、例えばゴッホが描いた絵にお金を払うっていうのは、もうそれ、ごく一部の人じゃないですか。そうそう私は全くオリジナルを持ちたいっていう欲望ってほぼないんですよね。<laughs> あの、はいはい、そのレプリカで全然いいと思ってて、そのデジ,デジタルの世界だと、レプリカとオリジナルの区別が全くないじゃないですか。だからもうデジタルの世界だと、余計にオリジナルを追い求める必要がないので。うん だその分あの何でも安く手に入ってしまうしそれで十分だという人が大分だいぶ、はいるので私はあの特にデジタルデータに骨董的な趣味というか <laughs> 唯一性というかそういうものは全く求めたいと思わないですね。うんでもそうするとやっぱり人類の進歩のモーティーフ,フォースがどこにあるんだろうという気がしてくるんですよ。 あでもやっぱりよりすごいデザインが分かりましたそこだと思いますもう,うすクリエイティビティにも,ものすごく向かっていっちゃうすいませんありがとうございます,す,まいますえっとこれは中澤さんにとりあえずご質問ということになるんですけどあの僕もちょっと AI 愛語団体ってことであのなんか英語表記をあの トップダウンで受け入れてたんですけどよくよく調べるとこれ「講演」っていう意味がまあどうやら読むらしい。でちなみにこの A じゃちょっと読み替えて AI あの講演が団体とかいうふうになってくるとこれはこの AI 自体じゃなくて AI に関連するような人たちもなんかこう講演大使を含むっていうイメージであのいいんでしょうか 僕はぜひ講演されたいんですけど <laughs>、えー、そ英語の訳についてはちょっとあの曖昧でございます確かに。<laughs> それであの、ま、あの確かにあの芸術家を講演するという意味でパトロネージュという言葉がありますので、まあ、そういったニュアンスをちょっと込めようみたいな意識は選択の中のどこかにあった可能性はあります。<laughs> というあたりなんですけど。 ちょっと今マイクあの僕が持った瞬間にあの先ほどの吉田さんの,です、ね、あのご質問の中にあの、えー、とむしろ g p t 3だったりするとあの経済的合理的にあの、えー、唯一性みたいな状態に近くなるんじゃないかというあの話があったんですけど僕は実はその話を井上さんの話を聞きながらすごくずっと思ってたんですね。だから NFT 化というようよなこあの 化デジタルデータの高等化という方向性ではなくてまあでも NFT 自体もすごくあの電力消費してますしで結局あの一つ一つの AI をあの育てたりする時にあのものすごい学習をさせるわけでその学習の過程であの唯一性がどんどん出てきてしまったりあるいはもうそれをつ目をえっと二つ目をあ すでにあるあのデータのコピーだっていくらでも、あのー、コピー可能といってもものすごく量のあるものをコピーすることがなかなかできないのみならず AI が、えー、と動的なデータの集合だとすると性的な動データの集合を性的にコピーするのは、まあ、時間をかければできるといっても今度動的な AI あの常に学習し続ける AI とかですね、まあ、それのコピーはもう でできなくなくるわけですよね原理的に。っていうような状態まで考えるとすでにデータ上であの唯一性というものが再び出てしまうみたいなようなことがあの吉田さんの質問からですねあの僕もそういうふうに思っているのでなので実はあの経済的合理性についての話はもうちょっと懇親会でもまた続きをしたいなというふうに あの思っておりますですみませんちょっとマイクに握った瞬間に今度山下先生にもちょっとお伺いしたいんですけれどもあの、えー、と人工知能を作るにあたってですねあの人工知能があの作,作った後にその人工知能の、えー、精神状態にあたるものをあの解析するというようなあのお話だったんですけれどもえっ、ー、と 逆にあの人工知能を作ろうとすると最初にむしろ、えー、と精神病的精神病者的なあの人工知能の方が先にあの正常な人間に近い人工知能よりも先にできてしまうんではないかという予想をもともと我々は立てておりまして要するにあの人工知能があの脳の 脳を真似しようとしてあの作られるとするならば、えー、と最初からうまくいくわけがないので、まあ、最初に最初にできてくるのはあの非常に精神疾患に見えそうなあの、えー、と人工知能みたいなものがあの最初に出てくるんじゃないかというふうにあの考えておりましてあのなのでむ,むしろあの精神医学とあの人工知能との関係ということであの精神医学と人工知能 のあのえー、とお互いの、えー、と何でしたっけあの学問的な交流があの必要というところにむしろそういったあの AI 側からの,あの必然も相当あるんじゃないかなというふうに思ってましてその辺はあの例えば、えー、と何でしたっけディープドリームが、えー、パレイドリアに,に近い あのものとしてパレードリアを作ろうとしたものじゃなくて人工知能のえっと中身をやっている間にパレードリアに近い現象が出てきたと。でそれを精神科の,あのパレードリアという言葉で解説するのが非常に適切な例になったというようなことがほ他にもたくさん実は起きているというかあのそっちからの方が。 話が早いんじゃないかなと思っているので、まあその辺はちょっと一言なんかいただければなと思いました。<laughs> すみません。はい、ご質問ありがとうございます。えっ、ー、と、はい、おっしゃる通りかなと思ってます。あと、その何を。異常とか病気とみなすかっていう話とも関連してくると思うんですけど。まあ、A. I. であれば、その病的な。認知と通常であれば、感じられるようなスタイルも、あの役に立ったり。 良かっったりってこともあるとは思うので、まあ、そ,うそういった観点も含めて何かこうコミュニケーションしながらきっと進化していく必要がある領域なんだろうと思ってちょっと自分のポジショントーク的にというかその役割が重要なんじゃないかとは感じてまして中田さんがおっしゃってくれたことにあの完全に同意します。はい ああすいませんちょっと欲張ってしまいますなんか今の中澤先生あの,の話聞いて思いついたっていうか考え気づいたことなんですけどもその動物愛護協会って例えば僕たちのマックス・プランクの例でもそうですけれどその基本的には動物実験すれば人類の役に立つで愛護してる人たちは役に立たなくてもかわいそうだから愛護するわけですよね。 で AI の先ほどのお金かけたからもったいないからっていうのはやっぱり役に立つっていう観点が入ってると思うんですよだからその究極の愛護っていうのはどうお考えですかその役に立たない AI であっても愛護するのかっていうのは僕は究極の愛護なのかなまあ、たとえ役に立たなくてもってっことですねでその時にやっぱり意識とかかわいそうっていう話がどうしても入ってくると思うんですけども <laughs> はい、えっ、ー、とこの質問に対してはあの先ほどのあの質問に対してあの山下先生がお答えされていたあの回答をそのまま回答するのでいいかなというふうに思っている思っております。で山下先生はあの例えば精神科ですとかそういうところでもすでにそういう議論がたくさんあってそういったことをあのちょっと影響をふわふわとでしたっけなんかこう雰囲気雰囲気を の影響を受けながらあの決ちょっと決めていかなければならないというようなあのようなスタンスでお話しされましたよね。なのでそこのところもあのアイに対しては実は AI アイゴ団体というのを立ち上げながらあの CSP パートのようなことは全然しようと思ってなくて、むしろあの雰囲気がこういうふうに醸成されてまずいなとか思ったりするようなことをむしろ言ってもいいのかなっていうあの雰囲気 ととということは非常になんか嫌だなと思ってるんですがその雰囲気がまあ少なくともあの人間中心主義になりすぎないといいなっていうところであの動物愛護団体っていうのは明らかに人間中心主義からその人間中心主義を動物に投影してるんですけど、まあ、それをあの AI に投影するようなふりをしといて実は AI の方が能力が上だぞみたいなことになるとそうするとそこでそこ自体が 大いに崩れるので、まあ、そういったあの自爆装置を持ったものとして AI 愛ゴ団体を立ち上げているつもりです。 えっと、大変白熱した、えー、お話が伺えましてです、ね、であの皆様、会場の皆様もご参加いただきまして、誠にありがとうございました、時間となりましたので、全体討論、このあたりで区切らせていただきたいところでございます、はい、かなり話も収束したかたとは思うんですけれども、この後、懇親会に会場を移しまして、さらに、えー、皆様ともお話ができたらと思っております。ということで、皆様、ご参加いただきまして、ありがとうございました、えーあの、先生方に拍手をお願いいたします。ありがとうございました では、えっとまあ、AI 美芸圏の、えー、あるいは、えっと、AI 愛護団体の、えー、と代表として、えーまあ、中澤久坂に改めて、えー、と閉会の挨拶をさせていただきたいと思います。はいえー、とそれれれれではははは本日は、えー、と長とととなななりりまましししたたたけけけどども、も、こここだ天気くいのの中は非常に白熱した議論となりまして、えーあのた とても幸先の良いですね、えーえー、NPO 法人 AI 愛護団体設立記念式典となりましたことを、えー、皆様に感謝申し上げます。えー、感謝としてはあのー、さらに AI 美芸犬ではあのー、今ここに写っているあのスタッフの人々などからもあの非常にあの裏方でですねあの今遠隔であの実況している 人もいましてちょっと遠隔で実況している人も実はあの社員だったりするんですけれども、まあ、そういったあの裏方さんたちにもすごくあのお世話になりながらやってますのでちょっと裏方の方にちょっと拍手をいただきたいと思いますありがとうございます、はいはい、ではあの本日はですねあのこれにて、えっと、第41回 AI 美芸圏 え先ほど申したかどうか忘れましたけれどもあの人工知能美学芸術研究会は本日が創立6周年その日にあの相当しておりますで、えー、とさらに NPO 法人 a i a ご団体設立記念式典というあの2つの,あのてんこ盛りに持ってです、ね、<laughs> 次の懇親会にあの行ける人はあの行,け行けたらというふうにあの思っております。はい、あの予約している方はあの ぜひ行きましょう。あの ptx を今回あの予約システムとして使いまして、えっ、ー、とそれでちょっと分かりにくいところがあったということをあの伺ったこともありましたので、まあ、その辺は今後改善し,してまいりたいと思います。それでは、あの本日はどうもありがとうございました。